キュウ一です、えー、今日もデボーションをシェアということで、えー、第2コリント5章を、えー、読んでいきたいと思います祈ります神様今日私たちはあなたの声を聞いていますどうか私たちがあなたの声に応えてあなたを見上げて生きることができるように助けてください 救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーあめ、はいえー。第2リント5章は、えっと、4章からの続きですけれど、えー、4章の18節、私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。と4章を締めくくった後で、 章1五一節たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても私たちには天に神が下さる建物人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています2節私たちはこの幕屋にあってうめき天から与えられる住まいを着たいと絶望しています えー、ここで、えー、私たちの地上の住まいである幕屋というのは、まあ、この肉体もしくはこの人生というふうに言ってもいいと思うんですが、えーまあ、それが壊れたとしても、まあ、終わったとしても、えー、人の手によらない永遠の住まい神がくださる建物があることを私たちは知っていますと。 でこれ、えー、私は、えー、と教会学校の教師をしてますけどあのテントに泊まったことがあるんですね。でそれはあの屋外に据え付けてある、まあ、常設テントというふうに言ってましたけど、えー、一年中そのテントが張ってあるわけですね。でかなりしっかりしたテントだったわけですけど。 えー、初日がテント泊2日目がその建物というか施設の、まあ、ちゃんとした鉄筋コンクリートの建物だったわけですけど、えー、全然住み心地が違うわけですよねテントと、えー、建物は。でそのことを、まあ、ここの比喩というかあのパウロの比較からも理解することができるわけですけどこの地上の、えー、命というのは、まあ、居心地が悪いわけですね。 常に戦いががああるる常に居心地の悪さがあるわけですですけれどいつか私たちはこの地上の幕屋にあって「うめき」ってありますけどこの苦しみから解放されて快適な、えー、天の建物に移されるんだということを、えー、ここからも、えー、思わされるわけです。で えー、まああの2節3節4節あ3節4節と、えー、続いていきますけど、えー、5節そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神です」「神はその保証として御霊をくださいました」つまり「この地上の命が全てなんだ」と。 イエス・スキリストを信じてない人たちは思ってるわけですなるべくここを快適にしようとしてこのテントを快適にしようとして、まあ、一生懸命になってるわけですよねですけれど私たちは天にある建物天にある住まいを待ち望むものとされたそれを確かに信じてそこを見上げて生きるものとされたでそうなるのに ふさわしく私たちを整えてくださったのは神ですとありますね神様がこの恵みをくださったんだということ私たちの信仰の歩みや私たちの持っている希望というのはもう最初から最後までずっともう神様から来ているんだということをここでももう一度思わされましたそして神はその保証として御霊をくださいました私のうちのに聖なる 聖霊なる神様が住んでくださってそれ保証なんですよね、まあ、保証書ってありますけど絶対にそうなるとで何かあったらメーカーがまあ責任持ちますよっていう感じの保証書ですよね正しく使っている限りはちゃんとそれはその機械は機能しますとで私たちが絶対に に神様の住まいを得ることがでできるという保証なんですよね神様が面倒を見てくださるということですね、私たちの。これは本当に感謝のことだと思わされます。そして、えーまあえー、6節ですね。ですから私たちはいつも心強いのです。ただし、肉体を住まいとしている間は、私たちは主から離れているということも知っています。 私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます私たちは心強いのですがむしろ肉体を離れて主の身元に住む方が良いと思っていますそういうわけで肉体を住まいとしていても肉体を離れていても私たちが心から願うのは主に喜ばれることですと結局私たちの人生の目的 私たちの心からの願いですね心から願うことっていうのは神様に喜ばれることなんだというふうに書いてあります。でそれは、まあ、奴隷のように主人を喜ばせるというよりは、まあ、子供がお父さんを喜ばせたいお父さんこれやったら嬉しいかなって子供たちは一生懸命お父さん まあ、お母さんもそうですけど喜ばせようとすするわけですねその同じ愛の心を持って、えーまあ、子供が親を喜ばせたいと願うその愛の心というかそのような心を持ってあの主に喜ばれることを願うものでありたいなというふうに思わされました記憶あること真実であることそして自分の中の罪を悔い改めながら神様の前にへりくだって歩むこと それが主に喜ばれることだとは聖書はっきり言っていますので悪から離れて清い生き方をしたいなということを思わされます <laughs> えそして <laughs>、えー、11節ですね そのため主を恐れることを知っている私たちは人々を説得しようとしています私たちのことは神の見舞いに明らかですしかしそれがあなた方の良心にも明らかになることが私の望みですで、えー、続きますね私たちが正気でないとすればそれは神のためであり正気であるとすればそれはあなた方のためです というのはキリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのである。と。キリストは全ての人のために死なれました。それは生きている人々が、もはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためです。とあります。 えー、神様を信じて神様を愛して、まあ、主を恐れることというのはそのように理解できると思うんですけれど、えー、人々を説得しようとしています、まあ、裁きのことが十節に書かれ,書かれていますからね、えー、そういう意味では神様を恐れ敬うというふうに理解してもいいと思いますで 正気でないとすればそれは神のためでありっていうのはあのこういうことですね熱心すぎるんじゃないってちょっと狂ってるんじゃないって <laughs>、まあ、あのキリストバカとかっていう言葉が <laughs> 聞いたことありますけどもうあまりにもイエス様が大好きでちょっと正気じゃないそれは神のためだっていうふうに書いてありますねそして正気であるとすればそれはあなた方のためですどういうことかというと コリントの兄弟姉妹が理解できる形で、まあ、キリストを述べ伝えるそして自分自身キリストを愛する者として生きるでそれであればコリントの兄弟姉妹たちにとって助けとなるということですねで、えー、14節というのはキリストの愛の私たちを捉えているからですでこれ欄外の忠を見ると駆り立てているというふうに書いてありますね で英語の聖書だと「Compels Us」って「Christ's love compels us」っていうふうに書いてあると思うんですけど、えー、その駆り立てているまあ捉えている、まあ、この訳,訳語はあの英語からじゃなくてギリシャ語の訳語ですけどあの難しかったんだろうなというふうに思いますけどあの内側から我々を突き動かすっていう感じだと思うんですね。 キリストに愛されているキリストが私のために命を捨ててくださったんだ、まあ、この15節のところにありますねキリストは全ての人のために死なれましたそれは私のためだったということキリストが私の身代わりに死んだのだから古い私はもう死んでるんだということですねでそれは生きている人々がもはや自分のためにではなく自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです ですねえー、ローマの14章の8節これは私の人生のテーマセックですけど生きるとすれば死,のために生き死ぬとすれば死のために死ぬ、まあ、これと同じ意味だと思うんですねでキリストの愛を知った、まあ、私たちが知れば知るほどあの自分のために生きることの虚しさっていうのを感じるわけですよねキリストは私たちのために生き私たちのために死んでくださったので そののお方の愛に応えていきたいそれが私たちの心からの願いとなるわけですで、えー、18節ですね「これらのことはすべて神から出ています神はキリストによって私たちをご自分と和解させまた和解の務めを私たちに与えてくださいました」 すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、祖むきの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。こういうわけで、神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。 ただキリストは私たちのために死んでくださったというだけではなくてその福音をその愛を伝える、まあ、和解の務めというふうにここに書いてありますもしくは和解の言葉というふうに書いてありますけど「あのイエス様があなたのことも愛してますよ」「イエス様はあなたを救うためにも死んでくださったんですよ」 それを伝える働きだとということですねどんなにイエス様は私たちを愛してくださったのかそしてその同じ愛を持って今まだキリストを知らずに滅びに向かっている方々彼らのためにもキリストは死んでくださったんだということそれを伝えるその務めそれを私たちに与えてくださいましたと書いてありますね。 そして和解の言葉を私たちが生きるのはその和解の務めそしてその和解の言葉のためなんだということですね、まあ、使命というふうに言っていいと思いますけれどそれは伝道者や牧師たちだけに与えられたものではなくて 全てのキリスト者に与えられた務めだというふうに私はここから思わされますそして私の私たちの周りにいる今滅びに向かっている私たちの家族親族友人同僚取引先あらゆる人 近所の人人まだ会ってないな見知らぬ人彼らのためにも和解の言葉を私たちは持っているんだということですよねそしてキリストが私たちを施節として、まあ、別の役だと「大使」とか書いてありますけどイエス様の代わりに彼らに対してイエス様の代わりになるような。 そんな素晴らしいあの使命が与えられてるんだということですねそのために生きない理由はないと思いますねそして、まあ、ヨシュキ兄弟もそうですけれどそれを通して救われていく魂がおられるそのこと本当に素晴らしいことですねこれ以上の喜びはキリスト者にとってないと思いますね 私にとっては子供たちの救いそして私を通して救われた兄弟姉妹たちの救いそれ以上の喜びってないんですよねそのことをもう一度思わされるこの第二コリントのご章の部分でしたそれでは今日はここまでにしたいと思います、えー、一言祈ります神様 あなたは私たちに和解の務めを委ねてくださいました。キリストが私たちのために死んでくださったということ、そのことによって私たちが新しく作られたものとして、今見舞いに生きられることをありがとうございます。一人でも、何とかして何人かでも救うために、私たちがキリストの愛に応えて、その愛を運ぶものとして、 魂に寄り添い、へり下り、使えることができますように。イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーメンそれでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。